オットー・クンツェカ・ール・エルンスとオットー・クンツェはドイツの植物学者である。世界各国の植物を自ら集め、独自の分類法を提案するが、認められなかった。ザクセン王国のライプツヒで生まれ、商業学校で貿易と薬学を学んだ。若い頃から植物学を学び、ライプツヒの地域の多くの植物を集めた。1867年に、 ライプツィヒの植物便ン,ンを出版した。ベルリンに出て事務員として働き、後1863年から1866年の間は貿易省として働き中部、ヨーロッパやイタリアを旅した。余暇にベルリンの植物を集めた。最終旅行には植物学者のアレクサンダー・ブラウンやパウル・アシェルソンと同行した。1867年に ドイツのブラックベリーの品種改良の執筆をし、キーチゴ族について記述した。1868年にライプツヒに戻り、精油などを製造する工場を設立した。事業は成功し、5年後には引退して、植物学の研究に専念することができるようになった。1874年から1876年に、カリブ海、南米、日本、中国、東南アジア、 インドの世界周遊を行った。この旅で7700余りの植物標本を集めた。民族学的資料も収集し、ライプツヒ民族学博物館に保存されている。この旅行の記録は1881年に地球へとして出版された。1878年にベルリン、ライプツヒ、フライブルクの大学で研究し、博士号を得た。博士論文。 アカネカのモノグラフは出版された。翌年分類方法について発表されるが、その方法については、批判を受け、受け入れられなかった。1884年から1890年の間、自ら収集した標本の整理と分類を、ベルリンやキューガーデンで行う一方、1886年にロシア中部、1887年にカナリア諸島を訪れ、 1891年に2巻の植物の種の一覧を出版した。ほとんどの植物の分類を見直したもので、これは多くの批判を浴びた書籍となった。その後も1891年から収集した南アメリカの植物を記述した3巻目を執筆するが、大部分の植物学者はその分類を否定した。1894年に、 南アフリカやアフリカのドイツ植民地を旅し、1895年からイタリアのサンデモに暮らし、1904年にオーストラリア、サモア、ハワイ、アメリカを訪れた。1905年にウィーンの国際会議でクンチェの分類は否定され、クンチェは会議の途中で議論するのをやめた。国際会議後に健康を害し、イタリアで没した。カンツは、 植物の学名で命名者を示す場合に、夫をくんちを示すのに使われる。ありがとうございます。